皆様ごきげんよう。ごきげんよう。2020年も年末ですね。そうですね。もうね、早かったですね。はいはい。めっちゃ早かったっすよ。早いね。っていうか、特に何もしてないけどね、今年は。いやいや、YouTube 始めたこと自体がだいぶ激動や。まあ、確かにね。僕らほんま激動や。確かにね。いや、ほんまに。ことの発端はね、僕とこうちゃんでね、ゴルフの帰りにね、なんかひょんなことから僕がね、いや、YouTube とかいいっすよね。なんなんそれ。何も知らん。興味あんねんけど。とりあえず昼飯行こうな。いつものパターン。で、まあいろいろこう、こうちゃんに話したら、めっちゃおもろいやん。で、それが始まりですね。ああ、どんどん盛り上がっていって。そうそうそう。やろうやろうって始まって。どやしてとんねんとか。そうそう、それで1ヶ月半ぐらいね。悩んで悩んで。ほんならその時に、たまたま U2 から、はい、僕に1年半ぶりに電話が来まして、そう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 、一回そうなんですよ。ちらっと話は動画で出たかもわからないですけど、まあもともと一緒の会社で、まあ先輩なんですけど、先輩なんで社長ですから、まあ、どっちでもいいですよ。まあやって、で1年半ぐらい、去年の本当3月ぐらいまで。あの仕事してて、でそっから辞めて、もう本当にちょっと要連絡、辞めてからで要連絡せんかって、で、で1年半ぐらいにふっと、去年の3月から数えて1年半後だから、ほんま9月とかぐらいですか、うん、今年の、うんうん、ぐらいになんかちょっと、ああちょっと連絡してみようかなって思った時が、そのちょうど YouTube の話したぐらい、まあ、してて、ほんで電話来て、その日はそれで終わって、あそう元気、あそうじゃあねみたいなで終わって、嘘嘘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 嘘、めっちゃ嘘めっちゃ喋ってたやろ。いや、めっちゃ喋ってたし、あとめっちゃ怖かった。お前1年半何しとんじゃこら、最初からバリしたまえ言うてません、言うてません、ほんま怖かった。1年半の間元気してた。いやいや、怖いわ。もう怖いは言いました。人間不信。ほんまに電話して、あそんな感じの反応を待ってたんですよ。あうん、なんで連絡せんかってんぐらいのテンションかなって思ったら、おうみたいな。違うんですよ、これは理由があって。なんやねん。違うんですよ。たま、僕ね、家のね、下のね、郵便ポストのボタンを押してたんですよ。ピッピッピッって、あの暗証番号、はい、でそれを押してる時に、いいやね、こんな時に電話あって見たら彼だったわけですよ。もうタイミング悪すぎやろと思って、そういうちょっとふつふつとしたものもありつつ、ほんでいきなりちょっとなんかビビりながら喋るから、もう何やねん、普通でいいやんみたいな。怖かった。それがあったわけですよ。もうその声のトーンが怖かった。それがあったわけですよ、僕は。まあまあ、そんな感じで。あって、うん、ほんで、こうちゃんに言ったわけですよ。いや、久方ぶりにユニーから電話あったんですよ。あいつに編集さそう思うんですけど、どうすかね。いいやんそれ。今だから全校で全部ええやん。全く否定しない。そうそうそう、全部ええやん。全部ええやん。ほんで久しぶりやしな。そう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 ですね。で1年半ぶりに電話来て、その1週間後ぐらいに僕が、まあ、彼に電話することなんかほとんど当時からもなかったんですけど、そうですね、僕が1週間後に電話した時に、頼みやんねん、何ですか、いや協力してほしいね。どんなことですか。いや悪い話しちゃうと、そんな別に法にかかるとか話しちゃうね。え、何ですか。 YouTube やろうや、編集してくれ。ということで、ほんならよ、いや実は僕一本自分であげてるんですっていうのが、いやな、いやほんまたまたまやっとんかいと思って、ほんまたまたま、ほんまそれを連絡来る、ほんま2週間ぐらいまで初めて一本自分で、全然このチャンネルとは関係ない動画をちょっと上げさせてもらって、すごいな。そうもうすごいタイミングで、なんかこれ必然やんな。まあ、そんな運命感じたくないけど、感じたくないけど、もう仕方がないわ。まあ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 ね。でも本当すごいタイミングやったね。そうですね。確かに、はい、うん、はい。そんなこんなでこのチャンネルが始まりましてね。そう、始まって、まあ今のところ2ヶ月ぐらいですね。はい。
まあ、ようやっとこうやと思うんですけどね。結構お褒めの言葉いただいたりね、結構あって、これからちょっとまだまだ頑張っていきたいなと思ってるんですけど、まあまあ今後ね、どんな展望が待ってるのか。ね、楽しみですね。はい。まあそしてね、まあそれより何よりね、僕はね、チャンネル登録者数増えるとか、再生回数増えるとかより、皆さんが健康でコロナが収束するのを願っております。コロナだけはほんまやと思います。それはほんまや。僕らもね、後半が激動というかね。そう、激動やね。激動ですね。結構人生観が変わった。だいぶほんま変わりました。ほんま、まあまあ。基本的に会うことないからね。そうそう、毎週会うことになってるからね。そう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 、全然違う感じなんだよ ね、うん、まあまあ本当ね、いろいろ、まあコロナもありの、 YouTube もありの、ボバヒンバ無敗の参加ありの、しばじ1急所目の問題がありの、もう本当いろいろありましたよ今年も。あ、そんな2020年ですけど、来年はねオリンピックも、はい、一応今のところは、うん、あるんですか、まあ、あるっていうことで、オリンピックね、はい、堂安律選手に期待していただきたいと思います。僕はサッカーですけど、その堂安な、はい、その堂安堂安律選手にね、あとね、久保建英君とかね、あ、出てくるの、一応オリンピック世代なんでね、はい、そういうことか、オリンピック世代、そうですね、あ、久保君はオリンピック世代のもう一つ下世代でもいけますね。あれ、なんかあるでしょ、はい、オリンピックは23歳、まあ来年は24歳以下なんですけど、特例で、久保君は確かまだアンダー20でもいけるはずなんで、だ一世代したら飛び級で、だからオリンピックいう感じでね、まあ世代もね、結構海外でやってる選手多いんでね、金メダル期待したいと僕は思ってますね。期待したいですね、はい、楽しみやね、はい、いいね、開催できたら、本当に開催できることを祈ります。そうですね、あと野球の方もね、ちょっとやっぱりね、金メダル目指して頑張ってほしいですね。そうですね、はい、稲葉監督はじめ金子コーチとかね、あの辺にも、まあ、日本ハムメンバーですけど頑張ってもらって、立山コーチもいるんかな、ヤクルトですね、いや違いません、そっちで、その立山じゃなくて、日本ハムから阪神タイガースに行った立山サイドスローのねコーチがね、まあまあ頑張ってくれると思いますけど、2021年はね、僕たちも飛躍の年にして、はい、まあ世の中もまた元通りになって、競馬も滞りなく、全開催無事に行われて、まあ、競馬界の皆さんもご尽力いただいて、素晴らしいね、競技としてなってると思うんで、来年も僕らはそれに乗っからせていただいて、乗っかりましょう、はい、頑張っていきたいと思いますんでね、はい、2020年、まあ2ヶ月ですか、どうもありがとうございました、ありがとうございました、2021年も、頑張っていきますんで、どうぞよろしくお願いします、お願いします、じゃあまた来年お会いしましょう、はい、さよなら、ありがとうございました。